ではここでブラジルの方々がどれだけサッカーを好きなのかというのを調査しております。ただ私一人では心細いので1993年にコリンチャンスでプレーした経験をお持ちの橋本浩一さんにお手伝いをお願いしました。心強い。早速橋本さんとボールを蹴ってみると、広場で、そうなんです、普通にこうやって街の方々が集まってくるんですよ。でもサッカー選手じゃないですから、そうサンダルで蹴ってるんですよ。これも通勤途中の方、あらあらあら、おじさんうまいよ、見てくださいこのテクニック。お腹出てても上手ですね。普通の人なのに皆さんサッカーが本当にうまいんです。この方70歳です。すごい。サッカーってどんな存在ですか？フッチボールは alegria nossa, né? Sem o futebol, quer dizer, um pouco da alegria. Faz parte o futebol no Brasil, então. ここで一般の皆さんの華麗なプレーをご紹介。題してブラジルサッカーコレクション。普通に公園でお見かけした方にお願いして、このような華麗なテクニックですから、これ見てください、本当に。そんなブラジルの皆さんのサッカー好きの秘密が分かるということで、サッカー博物館を訪ねました。何やら面白いものを発見しました。すべてがボールと書かれたコーナーを見てみると、そこにあったのは紙くずを丸めたものや瓶の蓋、さらにはマッチ箱や石ころまで、昔から何でもボール代わりにしていたという衝撃の事実が判明。